発見ツイッター探偵団、本日も皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします、えー、毎週月曜日から木曜日の10時からは、皆さんの気の利いたエスプリルの利いた楽しいツイッターを私たちとスタッフさんで拾ってですね、えー、意見交換をする、まあ。時にはそのツイッターを つぶやいた方をゲストにお招きしてみようという企画でございます本日もお相手は中野区議会議員吉田光一郎さんですどうぞよろしく,ろしくお願いいたしますえそして MC はえ前衆議院議員長尾隆先生ですよろしくお願いしますはい、どうぞよろしくお願いしますありがとうございます今日は吉田議員どんなふうにお過ごしですか、はい はい。はい、今日もです、ねまあ、議会の、まあえー、まだ最中で、今、特別委員会をいろいろやっているところです。きょうは、ん、新しいあの、えー、補正予算というのを内示を受けまして、えーまあ、今度のいろいろ夏の、えーまあ、全国的に問題なんでしょうけど、いろいろ物価高とか、いろんな対応をする予算がです、ね、東京都が組んだものが、まあ、自治体、えー、市町村に降りてきたので。 えその予算をまあ抱き合わせで都が何分の1区が何分の1で出すんですねそれについてのまあ説明を受けたり関連の質疑を質疑じゃない検討をやっていましたなるほどまあお疲れ様でございます <laughs> えだ、ー、かドメスティックですね補正をもうあれなの <laughs> 打つんだあのね,早い,ですねいや区議会はねあのもう去年のコロナの頃から、うん、第十次十一、はい、次予算とかね淋だれでああ ばん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 、国や都が打つたびにいいく対応していかなきゃいけないんで、あのー、あ<ー>補正予算が5とか10とかつくんですよ、そのたびそのたびに降<ー>りてきて審議するんです。はははなるほど まあ、無事、あの、しっかりと審議をしていただければと思います。ええ、ね、もう早くね、まあ、全国的には、あの、参議院選挙ということでですね。え、はい、それでは、スタッフさん、一番よろしくお願いします。参議院選。我らが、あ、世良正則、い、さんの、お、ートであります。不在者投票を済ませた、コロナ禍、で、国の未熟さが露呈、加え、隣国の。 不穏な情勢、電力、エネルギー、安定供給、食料安全保障等への不安、日本の現状に強く危機感を持っている、昔、女性には参政権を与えないはずべき時代があった、今は18歳以上、国民すべてに選挙権がある、次がいいです変化を諦めず、選挙へ行き、意思表示をということです。あの2番もちょっと関連なんんでですけどセラさんが自分でね えー、昔の去年のね、えー、ツイートを引用リツイートをされてらっしゃるんですけども2番もちょっと、えー「いつから選挙に行ったのか?」との質問を、まあ、多分世良さんが受けたんでしょうね「私は選挙権を得た二十歳から一度も欠かさず投票を行っている」「家族の影響もあるが選挙権を得たことは重要に感じた」 先日も局であったバンドメンバーもそれぞれ期日前投票を、えー、終えておりそこで政治的な会話を交わすこれは特別なことではない、えー、政治はあ生活人生に直結するからだと、ね、いや世良政則さんまあ,あの私あの高市早苗選挙の時にちょっと 引っ張り出して、口登場あの、いただきましたけれども、こういったね、やっぱり、あの、芸能関係の重鎮が、情報を発信して、えー、くれてくださって、あの、投票率が、上がる、政治に関心を持っていただくってことはとっても、ね、あの、石崎に大事だと思いませんか、ね。思いますよ。あの、うん、いや、本当に勇気あることだと思うんですよ。日本は、昔からよくね、その、えー、まあ、えー、何だっけ。 野球の話と宗教の話と政治の話じゃ、うん、嘩になるからするなみたいなねいうふうに言われるじゃないですかそれでなんだろうなもうヨーロッパとかアメリカ違いますよねもう子供の時からもうあなたがな何と応援してんの何でみたいなそれなんか学校でプレゼンさせたりもするアメリカなんかそういうことをやって。うん だけど、それで個人的な憎悪に結びつかないようにと、多様性を認めるっていうかね、違う考え方の人がいても殴りかからないっていうのをね、子どもの頃から当たり前にやるじゃないですか、最近のアメリカちょっと狂ってきて、違う考え方の人は、なんか民主党の人が殴るようになってきましたけど、そう,う <laughs> <laughs> そういうのが日本はこれまでは、まあ、え、ー 喧嘩になっちゃうから話さないようにっていうふうにしてたのをまあそうじゃなくて喧嘩をし,しないで落ち着いて話せるようにっていうことをね戦陣を切っていただけるということであのとてもいいと思いますそうですね、えー、まあ今この瞬間あの政治については自分は何にも関係ないと思っていても。 国会があるいは地方議会が作った法律や条例がね機能していてこの瞬間があるわけでねまさにサラさんの生活に一番近いところにあると直結するということとねやっぱり変化をね諦めずにとにかく投票に行って意思表示をということこの気持ちは本当にね僕らも政治家としてあの しっかりと、まあ、受け止めるっていうと、ね、あの年上の方にあの失礼な物言いになるかもしれませんけれどもあのそうそう世良さんのちょっとラ,ライブお招きいただいて時々ねあの楽屋に伺ったり僕するんですよそうするとね<ー>あの今日のライブどうだったとかそういうことよりもいやーもうあのずーっと正常な話ですよ。 へ立ち話で平気で20分30分しますよ。あ<ー>んうん、なんかやっぱりねあのすごいねもの物を魂を持っていらっしゃいますよね。えまあ、厳しい言葉をいただくことも多いですけども世良松茉莉さんぜひまたあの、えー、僕らにいいい 歌をお届けいただければと思います。あ、中に、ね、スパチャをいただきましたね。すいません。はい、あのちょっと消えてしまいまして、あのどうもありがとうございました。辻さんとあとどなたかからいただいて、えあのスタッフさんすいません。純健純健新さんって方ですね。二百五十。あ、純健新さん。あ、はい、どうもすいません。ありがとうございました。ちょっと見落としてしまいました。また辻さんもあのいただきました。辻さんは番組が始まる前からあの頂戴しておりました。どうもありがとうございます。 えー、それではスタッフさん3番よろしくお願いしますぜひ応援をということで門田、えー、隆昌さんのツイッターです体操科学会の戦争の対象となった岡山選挙区 高さ早苗氏に続き、明日は安倍晋三元総理も岡山入りだそうだ、私のもとにも岡山創価学会が対抗の野党候補を支援することに怒りの情報が次々入ってきている、思い通りにならない議員は自民党でも潰せ党の体質に反発した、新念の人、小野田三木氏に最後まで応援をということで入っております。まあ、吉田議員からも 小野田美樹じゃない、小野田ね議員に対して、えー、応援と、あとツイッターについてのコメントいただけますか。うん、そうですねあの、なんて言ったらいいかな、まあ、今回の岡山の公明党の件というのは、まあ、日本人の悪いところが出てますよね。うん、あの要するに、さっきの話とちょうどもう真逆でですね、 とにかくこうろ冷静に論理的に合理的に意見が違うときにも対処するっていうことが、まあ、少なくとも岡山の公明党はできないわけですよ。自分たちの応援がいらない恩知らずっていうねこの発想ですよね、でそしてその後だから対立候補に入れるっていうこのさらに飛躍した発想。あの、まあのま 同じ日本人としてねあの、やっぱりこういう側面がわれ、まあ、我々の中にあることをね、恥ずかしいと思わなきゃいけないと思うんですよね。まあ、とにかくこの人、恩師達だと思っても、まあ、例えばそれだったら白紙とかね、最悪、白紙とか、まあ、投票に行かないとかあの、その人を落として、じゃあ、対立候補の人があの通ると。 落として気持ちいいかもしれないけど、自分たちの政党がずっと進めてきた政策と違う政策をやる議員が国会に一人増えちゃうわけじゃないですか、そういう、その、要するに政治の将来とか、そういうことをこう、まあ、選挙の目的にするんじゃなくて、自分たちの組織に気持ちいいか気持ちよくないか、命令を聞くか聞かないか。 国会議員っていうのは命令する存在じゃないんですよ、代議士っていうのはね、皆さんの意見を代弁するだけで、別に奴隷じゃないですから、そういう、しかも自分たちは申し訳ないけど、自民党の数と比べれば、より少ない数なのに、まあ、キャスティングボードを握っているという数の論理の中で、まあえー、数以上の存在感や、まあ、あるいは実績、こういうものを作ってきた。 っていうことをちゃんと、それは運がいいことなんだっていうふうにね、やっぱりね、仏様に感謝してくださいと思うんですよね僕はこういうことをやってるとね、ぶつばちが下るんじゃないかと思いますよ。うん、そうですね あの公明党の支援者、まあ、学会の支援者の方が立面に、えーまあ、7割近く票固めしたっていうのは、まあ、どこからの情報操作なのかっていうのはちょっと僕もよく分からないんですけど仮にそれが事実だとしたらこれは完全に、優党としての、えーまあ優と、いわゆる、まあ、連立に対する、うん、本当にこれ冒涜になりますんでね。まあ あの岸田内閣におかれてはね、次の総閣において、この岡山の県に端を発して、ですねしっかりとね、もう閣僚人事から公明党を外すと、まあ、そのぐらいの措置をね、えー、取って、えー、当然じゃないかなと、まあ、そこまで僕は考えてしまいますね。 スパチャをまたいただきました梁圭さんありがとうございます610円ですありがとうございます,います投票時の個人確定をしないのはなぜですか投票権なしで投票した時免許証とかいるのかと思ったら何もしない困難でいいんでしょうかと あと1000円で藤平あ貞司さんっておりますかな1000しましたありがとうございます本質を語るセラさんは素晴らしいキューポラの町に出た拉致被害者にも無言で憲法9条信者の吉永さゆりさんとは大違い 小野田さんの小野田さん大賞を祈ります自公政権の腐った部分を中から変えられるとメッセージも頂戴しました本当にどううもありがとうございます,います、えー、それではスタッフさん次また同じちょっと芸能人の方なんですけど最近やっぱね芸能人の方の発言、まあ、田村淳さん、まあ、論文のお田村淳さんですけど結構ねたまたまあの、うん、ツイッターに出てきて。 これに対して結構、まあ、炎上まではいかないんですけれどなんか大変なあのレスポンスが多いみたいですね昔原発って言ってたのにこいつ原発動かせってテレビで言ってたぞという方へ。脱原発って言ってて言たんで長期的な目線では脱原発ですが。 現状再生可能エネルギーはすぐに主力として日本の電力を賄えないしこの夏は電力が逼迫しているのであれば 安全が確認された原発は動かしても良いのではないかというのが僕の考えですということですよまあ、今原発動かしてもあの稼働するのも冬に秋になっちゃうわけですけれどもまあ考え方としてはあの正しいと思う、えー、田村淳さんは昔は脱原発だっただ脱原発だったんだよね昔は脱原発だって言ったけどこれに対してね結構 こうあのひどい、ねえー、ツイートがあ,のありましたよなんか集中的に、ね、だから逆にあの僕らあの原発推進派がねあのようこそこちらにあのおいでなすったという応援、えー、ツイッターを、ね、してもいいんじゃないかなって思ったんですけどこういう、まあ、あの脱原発の方がね、まあ、将来的にはっていうのはまあ変わらないんでしょうけども。も これまあ軌道出世するということについては、あのどう思われますかもちろんとてもいいことですよ、すよね、田村淳さんね、結構、中間的な人なんですよ、ほかん、うん、の,のことでもあの結構、勇気あるそのツイートあの、人がタッチだからって触れないことにあの触れて、でうん、右からも叩かれるし、左からも叩かれる人なんですよね、このそうなんですよ。 であの結構ねあのあ、そんなにマニアックに勉強していなければこういう感想とか持つのは、まあ、別に日本人として平均的だなっていうツイートされる方なんですよ。な,なので,で、まあ、あの僕はこういう人がやっぱり積極的に、ね、その発言されてでそれをやっぱ冷静にね田村さん、これはこうですよっていうふうに。 みんなで行って議論が建設的に進むのがまあ健全な姿だと思うんですけど、まあ、今回は、うん、やっぱりねあの左利きの人たちっていうのはなんていうかなお前がだからダメだとかねあのなんか要するに誹謗中傷そのに行くんですよレ,レッテル張りとか,だかそ、まあ、こまあ左の人たちの要するに思考停止感情を赴くままに発狂するっていうねことを今回の田村さんもあの 辟易してんじゃないかなと思いますね。まともに会話ができないじゃないかと。うん。田村淳さんですね。はい,は,いはい、はい。ええ、はい。まあ、こうやったね。芸能人の方々ね。どんどんね。僕はあの政治家の発言をねしていただいてもいいと思います。よ。ええー。まあ、これからまたあの期待したいなと思います。はい